高知の技術や製品を県内外に広め、ビジネスにつなげようと、県内117社が参加する展示会が開かれています。高知市の高知地場産センターで昨日から開かれているモノメッセ高知。今回で13回目を迎え、県内の117事業者が出展していて、社員やスタッフが自慢の製品の特徴やこだわりを積極的に PR していました。こちらは高知市の兼松エンジニアリングのブースです。電気で車も吸引装置も動く試作車が紹介されていて、災害時には泥水や砂利を取り除くこともできます。こちらはオーダーメイドのストーブを製造するオノストーブのブースです。さまざまな種類の木を燃料にできるのが特徴です。一人で作ってるんで、製作にも限界が、年間作れる台数も決まっておりますんで、ストーブの温かさっていうものを多くの方に、本当に温かいんで、それを知っていただきたいです。なかなか高知県のこのものづくりって、皆さん見る機会、なかなかないと思うんで、学生は特に。そういうところをどんどんこう、地域の皆さんとかね、学生さんに PR できたら一番いいのかなと思います。また、この展示会には、若い世代にも高知の企業を知ってもらい、将来の就職の選択肢を増やす目的もあります。私は将来は看護師になりたいと思っているので、その時にやっぱり防災の体育館とかなどで生かされるようなものがあったので、そういうのが自分たちにも生かされてくるんじゃないかなって思ってます。その高知の企業、こんな素晴らしい企業がいっぱいあるってことで、やっぱり高知の地元でやっぱり働いてどんどん活性化できたらなと思ってます。モノメッセ高知は高知市の高知地場産センターで明日まで開かれています。